アンナ・カロリナ・シュミエド・ローバは、スロバキア・コシテ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス3勝を挙げている。身長176センチメートル、体重63キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、シングルス26位、ダブルス213位。 妹であるクリスティーナ・シュミエドロバもテニス選手である。シュミエドロバは7歳からでテニスを始め、2011年にプロに転校した。2012年全仏オープンのジュニアシングルスで準優勝している。四大大会では2013年全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場し、1回戦でヤニンナウィック・マイヤーを7から6、2から6、6から2で破り初勝利を挙げた。 2013年最終ランキングでは74位とトップ100入りを果たしている。2013年全仏オープンでは2回戦で、第29位シードのビーナス・ウィリアムズを2から6、6から3、6から4で破り3回戦まで進出した。2015年2月のリオデジャネイロ大会でツアー初の決勝に進出した。決勝ではサラ・エラニに67、16で破れた。 4月のカトビツエ大会で2度目の決勝に進出し、カミラ・ジョルジオ6-4、6-3で破り、ツアー初優勝を果たした。7月のブカレスト大会で2勝目を挙げた。2016年8月のリオ五輪で、初めてのオリンピックに出場した。シングルス1回戦で、ロベルタ・ビンチを7から5、6から4で破り、初戦を突破し2回戦で、エカテリーナ・ナマカロワに6から3、4から6。 二から六で敗れた。2018年4月のクラロコルサニータスカップでは、決勝でララ、ダラアルアバレナを下し優勝した。この大会を世界ランク132位で迎えた、シュミエドロバは、この優勝で、トップ100に復帰した。2019年1月のホバート国際では、決勝で、ソフィア・ケニンに敗れたものの準優勝を飾った。W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル ,NMS イコールマスターズシリーズから降格 ,NH イコール開催なし。ありがとうございます。